テームス2年はフィンランドトゥースラ出身のラリードライバー。左利き。ラリークロス選手権にも出場していたス2年は2014年より WRC キャリアを開始する。初年度から2016年まで WRC のサポート選手権である WRC3 で2勝、WRC2 で4勝挙げている。2017年から M スポーツへ加入し、 セバスチャン・オジェ・オット・タナクとチームメイトになる。フォード・フィエスタ・ R5 で WRC2 に6戦、フォード・フィエスタ・ WRC でポーランドとフィンランドに出場した。2018年はブリアン・ブフィエと3代目のシートを共有する形で11戦に参戦。ラリード・ポルトガルではチームメイトのオジェを凌駕するタイムを叩き出し、自身初の表彰台を獲得した。 しかし終盤は制裁を欠いたこともあり、ランキングは12位に終わった。2019年は、オジェの離脱によりフル賛成を果たす。ラリースウェーデンでは、オット・タナクを抑え主位を走りながらも、デイサンでコースオフし、優勝を逃す。同年途中より、小ドライバーをマルコ・サルミネンからかつてミッコ・ヒルボネンと組んでいたヤルも、レイティネンへと変更。ラリー・サルディニアでは2位完走を果たす。 しかし、表彰台は、この1回のみで、ランキングも9位に終わる。2020年は、エルフィン・エヴァンスが離脱したため、事実上、エースドライバーとして、M スポーツから参戦する。ラリーメキシコでは、トラブルに見舞われることもなく主争いを繰り広げ、総合3位で完走を果たした。その後、新型コロナウイルス感染症による、シーズン中断。 再編が行われ全7戦開催へ変更された。第6戦ラリーサルディニアでは、序盤首位に立ちメキシコ同様首位争いを繰り広げるが、第2レグ以降はペースが上がらず、最終的には5位に終わった。ランキングでは、前年を上回る7位となったが、この年からチームメイトで、表彰台0に終わったイサペからピはランキング6位となりチームメイト対決では8ポイント差で敗れた。 2021年も同チームから参戦。0期年とのコンビを解消し、再び三ル丸倉を小ドライバーに迎え入れる。シーズン進行中。ありがとうございます。